こんばんは、おもちゃんです。今回はトランスフォーマー5、ハンターショックウェーブ、これを紹介したいと思います。テクニカルポイント3です。で、こちらの状態がですね、ビーグルモードという状態ですね。まあ、戦車的な感じでいいんでしょうかね。うん。こういう感じになります。ここを外します、まず。で、ここはすごい柔らかいね。ゴムでできてますね。あと、ここの部分。すごい柔らかいもんでできてます。この状態からですね、まず、この、外れてたかな。腕の部分を外して、こういうふうに、ここに持ってきます。まずはで、ここの部分なんですけどね、これが腕になります。これを外してこっちを持ってくるんですね。こういうふうにして、そしてここの部分をスライドさせて、ここの胸のところにですね持ってきます。この状態ですね。で、ここの部分なんですが、これをね、こうやってもここの胸のところに持ってくるんですね。こういうふうに。で、足の部分なんです。この状態で、ここをですね、スライドさせると。この状態にするんですね。こちらも。半身が出来上がりです。そして顔を曲げるんですが、マクロスっぽいんだよね、このね、顔がね。なんか、そしてですね、こう倒して、これ下ろしてくるんですが、この時に、タイヤのとこなんですけどね、こう外すんですね。外して下ろして、これをですね、ここにつけるんですね。この何て言ったらいいんでしょう、エネルギーを補給する線みたいな感じなんですよ、ここ、この銃っぽいところに。そしてこういう風な感じになるんですね。これで完成なんですが、さっきのね、柔らかいゴムをつけなきゃいけないんですね。これをですね、肩、ここの部分両方つけます。これね、なんかね、すんごい柔らかいからね、なんかね、なんか嫌、なんかね、すぐ取れちゃうんだよね、ここね。ここはちょっとマイナスですね。ない方がいいよね、これ、この状態の方が。説明書通りにやりたいと思います。まあ、これでもかっこいいんだけどね。こういう感じですね。立たないぞ。立たないぞ。大きさ比較のやつがいないじゃないですか。こんな感じっすね。
かっこよくもないかな。今回はですね、トランスフォーマーハンターショックウェブ、こちらをね紹介しました。それではまた。